1分でわかる矢島ベルン事件。どうもこんばんは、ラッパー系 VTuber こと菊池の以上閣僚です。今回は年末に起こった矢島ベルン事件を皆様に解説していきます。それでは早速事件内容です。2022年12月31日午後12時、今回の事件の中心人物矢島が実装されました。実装から数時間はどう使うんだとプレイヤーたちが試行錯誤している中、とある使い方がツイッターに出回りました。ベルエンジェルと組み合わせたら毎ターン矢島が召喚できると。まあ変装はこんな感じですね。ベルエンと矢島、そして1体使いたい石以外を再召喚、深い石で固めるとベルエンのラストワードの効果で矢島がすぐに召喚できるわけです。まあこれで毎ターンティタン召喚して不死身だとか悪さをしていたら、同日20時30分公式ツイッターからベルエンジェルの効果変更のアナウンスが出ました。簡単に言うと、ベルエンジェルの召喚効果を強くして矢島の効果対召喚にしますという修正です。まあ毎ターン不死身はぶっ壊れたからしょうがないとは思うけど、そこで矢島が実質の弱体化を食らったわけで、矢島を引いた菊石たちが大激怒。年末のお祭りムードは一気に地獄に変わったんですね。まあそれにしても、あの言葉は何だったのか。以上、矢島ベルエン事件でした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。